こんにちは。アイズチャンネルです。2021年明けましておめでとうございます。今日は2021年1月2日になります。お正月休みなのでね、時間があるので GoPro を車につけて会津若松市内をブラブラ走ってみます。実はね、僕は2002年に結婚したんですけども、2003年に長女が誕生しまして、その年からね、毎年奥さんの実家の仙台の方へ帰っていたので、今年は18年ぶりに年末年始は地元会津若松市で過ごしています。なのでね、本当に超久しぶり。前はどんな風にこう地元で暮らしていたっていうかね、年末年始を過ごしていたかっていうのはもう忘れてしまうほど、毎年地元にはいなかったんですけども、今年はね、折からのコロナウイルスの影響で仙台に帰るのはちょっとまずいかなっていうことで、年末年始は地元会津若松市でおとなしくしています。なので、時間があるんですよね。時間があるので、こうして車に GoPro をつけてブラブラしています。今はね、会津若松市の鶴ヶ城周辺を走っています。昨日は元旦だったんですけども、元旦の夜に鶴ヶ城に撮影しに行きまして、8時半ぐらいから、1時間半ぐらい撮影していたんですけども、全くね、人がいなくて、大晦日の夜は結構いたらしいんですけども、昨日元旦の夜は誰一人いませんでした。なので、本当に鶴ヶ城を独り占めっていう感じで撮影、ゆっくりね、撮影できました。動画をご覧になっている皆さんは2021年、お正月休みどうお過ごしでしょうか。実家に帰省される方、そして帰省を自粛している方、お家でゆっくりしている方、それぞれかと思いますが、会津若松市の出身で会津若松市を離れて、他の地域で暮らしている方でも、地元ね、会津若松市へ帰省できない方っていうのも多いと思います。なので、こうしてね、2021年1月2日の映像を撮って、少しでもね、会津を思い出してほしいというかね、今の会津を見ていただきたいなと思い、こうしてブラブラ歩いています。歩いているというかね、こうしてブラブラ車で走っています。皆さんね、いろいろな思いがあると思います。帰りたいけど帰れないっていう方はね、本当に、辛いというか、モヤモヤしていると思いますが、やっぱりね、どうしてもこうコロナウイルスの、ね、影響っていうのは怖いのでね、なので僕もね、今年は仙台に行かずおとなしくしているわけですけども、で去年のね、暮れぐらいまでは、若松市内も雪がほとんど降らずにいたんですけども、こうしてお正月は、昨日、一昨日とね、淡々と雪が降り続いていたので、そうですね、20センチぐらいは積もったかと思いますが、それでもね、例年に比べれば、少ないのかなと思います。去年はね、ほとんど降らなかったんで、久しぶりの雪なんですけど、平年だとね、もうちょっと降っているかなと、思います。左手にね、武田病院が見えます。そして右側の交差点には、この斜めになったガラス張りの山賀クリニックですね、が見えます。ちょっと下町の方へ行ってみましょう。お正月でもこうして車も走ってるし、街中を歩いている人もいるので、仕事してる人もね、たくさんいると思いますけど、皆さんね、どこに行ってるんでしょうね。そしてこのここですね、ここ左側には昔三角屋のセブンイレブンっていうのがあったんですけど、去年かな、辞めてしまって今は更地になっています。
はい、そして本町通り商店街、本町っていうのが正解なのか元町っていうのが正解なのかちょっと分かりませんが、僕はね小さい頃から本町と言っていたので、まあ、本町商店街と言いますけども、雪かたしをしている方がいますね。本来であればね、このせっかくの休みなので山の方へ行きたいんですけど、廃村とか廃集落っていうのを探して、ね、そっちの方へ、探検しに行きたいんですけども、やっぱりね雪が積もっているので、ちょっと僕の車はね FF なのであんまり深くまで行くと動けなくなってしまうと大変なので、ぐっとね我慢して、会津若松市内をブラブラしています。この左側には OK 床屋さんといってね、僕ら中学校の頃はもうここしかないっていうぐらい学生たちがね集まる床屋さんでした。今でもねやっているようですけども、当時も結構おばちゃんだったので結構なご高齢になっているのかと思いますが、いつまでもね元気で床屋さんやってほしいと思います。この辺りはね観光客の方もあまり来ないと思いますが、左側にね長明寺っていうお寺があります。そしてここ左に曲がると日進小学校ですね。本当にこの辺りは下町でして、地元の人しか来ないような道になります。逆に言えばねこういうところを観光で歩くと思いがけずね有名というかね、白虎隊とか戊辰戦争とかに関連するお寺だったり神社だったりその史跡っていうところに巡り合うかもしれないので、観光に来られた方もねちょっとこの辺まで足を伸ばしてブラブラしてみるのもいいのかなと思います。はい、そしてこの辺りは七日町、日進町なのかな、この辺長福寺というね、毎年7月1日になるとおひいちといってねお祭りが解禁になるんですけども、その7月1日一等最初の日に御馬様というお祭りが開かれまして、今の長福寺というところで開催されます。そしてここから七日町の方へ向かいます。七日町なのか七日町なのか、なのかなぬかのかぬの違いがあるんですけども、七日町っていう人もいれば七日町とこう表示されるところもあるので、まあどちらとも言えないんでしょうね。まあ僕もよく分かりません。ここを左に入ると八日町っていうね、僕が小さい頃住んでいた町になります。そしてこの左側の白い建物は金魚屋さんといってね、昔ね、金魚を売っていたお店ですね。ここでひよこを50円で買った覚えがあります。懐かしいですね。この辺りに住んでる方は知っていると思いますが、もうやってないですけどね。周りは児童館といってね、子どもたちが学校終わった後に来る施設があります。昔からありますよね。僕はねこの児童館へは行っていなかったんですが、児童館に併設してある公園では毎日のように遊んでいました。はい、そしてここからは七日町通りになります。まあ、もうちょっと先ですけどね。はい、そしてこの踏切を渡ると七日町通りですね。左側に七日町駅、そして右側に阿弥陀寺
この阿弥陀寺っていうところには新選組にいた斎藤はじめさんのお墓があります。斎藤はじめさんっていうのはね、新選組を脱退して、そして会津に、会津で暮らすようになってね、生涯会津にいたのかな、晩年は東京にいたのか、ちょっと忘れてしまいましたが、この阿弥陀寺というところに斎藤はじめさんのお墓があります。七日町通りっていうのは観光客の方はまあ大体ね来るところだと思うんですけども、この通りの右側左側に、たくさんのねおしゃれなお店だったり雑貨屋さんだったりお土産屋さんだったりっていうのがね、いっぱいあるので、ここはね皆さんよく知っていると思います。冬の会津若松といっても、まだまだねこう雪が少ないので、そんなにこう雪国っていう感じはしないんですけど、まあ、もっとね積もれば、本当に積もるときは5、60センチ、1メーターぐらい積もるんで、そうなってくるとね本当にこう雪国会津っていう感じがしますよね。まだねちょっと雪が足りないのかなと思います。じゃあここを曲がってみましょう。この左側には三田屋さんといってね、田楽で有名なお店です。あとは会津店舗、味噌屋さんですね、お味噌屋さんもあります。そしてこの右側にはロイヤルプラザ、子供たちが集まる場所でしたよね昔は。会津若松市に住んでいた方だと分かると思いますが、ゲームセンター、そしてボウリング場、そしてたくさんの雑貨屋さん、お食事所なんていうのがありましたよね。この正面右側に黒い建物が見えると思いますが、ここは野口英世さんが手のね手術をした海洋院という病院だったところです。今はカフェになっていますけども、皆さん分かりますかね、千円札になっている野口英世さんっていうお医者さんがね昔いまして、その方っていうのは会津若松市の隣の猪苗代町出身なんですけども、その方が小さい頃ね手をやけどして指がくっついてしまって、その指をねこう離す手術っていうのをこの海洋院っていうところでやったそうです。ほんと最近山の方ばっかり行っていたので、会津若松市内をこうして走るのもいいですね。ゆっくり、自分が育った町をちょっとねこうこの辺はどんなものがあったんだろうななんて確認しながら走るのもこうゆったりしていいですよね。こうして会津若松市内をぐるぐる回って動画を撮っていると、ここは昔こんな建物があったなとか、この辺駐車場だけど昔は何々があったななんてこう、ね、思い出しながら見てくれてる人もいると思いますが、地元に住んでいる僕もね毎日毎日こう市内をぐるぐるしているわけじゃないので、ちょっとこう風景が変わっているところとか新しい建物とかお店とかねっていうのもできてたりするんで面白いですよね。お、こんなところにこんな店が建ったぞなんていう、こう新たな発見なんていうのもあるので、たまにこうして市内をぐるぐる回るのもいいのかと思います。会津若松市っていうのはねこうして車で走るとねあっという間にこうぐるぐる回り終えてしまうので、まあ、小さい町っちゃ小さい町ですよね。それでも歴史は深いので見どころはたくさんあると思います。この辺りは飲み屋街なので飲み屋さんがたくさんあります。会津若松市っていうのはね人口に対する飲み屋さんの数っていうのが結構多い町だそうで、まあ、僕はねあまりお酒を飲まないのでこの辺りはあまり来ないんですけども、
でもこうして改めて走ってみると本当にこう飲み屋街っていうね、道の左右に飲み屋さんがたくさんある繁華街になります。夜の街になりますね。そしてこの左側には会津工業高校っていう高校があります。まあ、僕の出身校なんですけどね、もう27年、8年前ぐらいに卒業したんですけども、この会津工業高校の建築科へ通っていました。懐かしいですね。懐かしい校舎です。僕が行ってる頃と基本的に変わっていないので、本当に懐かしいですね。会津若松市っていうのは、城下町なので、この町の中の道路っていうのが本当にあの上空から見ると五番の目のような作りになっています。まあ、他のね城下町も同じだと思うんですけども、こう整備されて道路が縦横無尽にこう走っているというような作りっていうのが城下町には多いと思います。ただ一つ違うのが、会津若松市の道路っていうのは縦の通りだったら縦の通りがだいたいこう全てクランクになっているんですね。正面から走っていくと、まっすぐ前を見たところが行き止まりに見えるっていうクランク状態になっています。っていうのもこう敵が攻めてきた時に、その通りの先を見ると行き止まりになっているので、ここは行けないなっていうことで、違う道に行くっていう、まあ、いわば目くらましのような作りになっています。他の城下町がねどうなっているのかちょっと詳しくはわからないんですけども、会津若松市っていうのはね、そのクランクっていうのが多いです。なので現代では車で走るには本当に走りづらい、一方通行も多いので、本当に注意しながら走らないと、ここはどこだ、通れるのかなんていうふうに迷ってしまうっていうのが多いと思います。なのでね、今でもね、観光客の方の車なんかは一方通行の道路を逆にね走っていたりっていうのは結構目立つので、標識には注意して走ってもらいたいと思います。はい、ここは花春町のヨークベリマルとデニーズの通りです。そしてこの信号をまっすぐ行くと、この右手にお役園っていうところがあります。お役園っていうのはね、昔ながらの庭園で、昔はねお薬を作っていたところなのかな。で、松平家の庭園になります。ここも観光地としては有名ですね。はい、それではこの辺を曲がってみましょうか。花春町9番というところです。この辺りはあまり来ないので詳しくは分かりませんが、住宅地ですね。どこにつながってるんでしたっけね。僕もね、会津若松市内結構ぐるぐる走っていますけども、それでも通ったことない道っていうのは結構ありまして、先日も子供、小5の娘と一緒に家の近くをねお散歩したんですけども、全く知らない道がありまして、それは子供が友達と遊んだりするのに通っている道っていうんですけども、自動車道じゃなくて歩道なんですけどもね、人が通れるぐらいの幅の道をぐる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 回り出して、こんなところにこんな道があったのなんて驚いたんですけども、なのでやっぱり行ったことのない道っていうのはやっぱまだまだあるんですよね。なのでね、まあ、そういうところがねやっぱ面白いですよね。初めて行く道、地元なんだけども初めて行く道っていうのはやっぱり何があるんだろうってこうワクワクするので、楽しみの一つだと思います。はい、それでは会津若松市内を2021年1月2日に車でブラブラと走ってみました。またね、こうして、街中ドライブ、ブラブラドライブっていうのを撮ってみたいと思いますので、よかったら見てください。はい、それではそろそろ自宅の方へ向かっていますので帰りたいと思います。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。